素晴らしい曲、透明感があるというか爽やかというかラブリーです。この曲で3拍子のリズム分かりましたかね。今のシンプル簡単バージョンかなりゆっくりめでやったんですけど、1、2、3、1、2、3、1、2、3、これを覚えておいてくださいね。はい、3拍子の曲特徴はありますと。そして今の曲の長さなんですけど、これはですね、朝ドラでやってるその毎日流れるオープニングの尺なんで、めちゃくちゃショートカットアレンジバージョンなんですけど、初心者の方はここまででもかなりゆっくりやるとね、ボリュームあってね、やりがいあると思いますよ。で、途中一箇所、ワンブロックコード3つ書いてあるところあったでしょ。あれ、ここです、ここ。あそこは FFG7 というのかな。3つやりますからね。3つ弾く。ワンブロック3回弾くんで、そのうち最後の1個だけ G7 弾くということですからね。きっと見ていただくとわかると思いますからね。はい。そしてまずはね、ガズレレ動画見ながら歌詞とコードが出てますからね。ガズさんと一緒に合わせて練習をしていただいてですね、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたらもう素晴らしいと思います。これはですね、3拍子の曲なんで、ちょっとリズム特徴があるんでね。タントントン。ただこれリズム体で取ってくださいね。はい。できるようになった方、おめでとうございます。できるようになった方、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度は、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけでリズムを取って、歌を歌って、音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、やっぱり最初から歌詞とコードを丸暗記するのは難しいでしょうから、まずは楽譜を見ながらの練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれはですね、こう覚えて大空に向かって歌う。もうこれ、朝ドラって半年ぐらいやっているんですよね。もう最後の頃にはもう何も見ずに歌えるようになってる。最高だと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあんのというふうに思うかもしれませんけど、安心してください。今のこのね、ガズがやった演奏は、ガズのこの手書きのノートに書いたこのあいみょんの、この楽譜を見ながらやっていきました。これもうちょっとしたら画面にこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた愛の花を含む、ガズレレが今まで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月5曲。お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まって、ワイワイセッション課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画をアップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円
円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365日にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。愛の花、あいみょんです。ランマン主題歌ですね。 NHK テレビ小説ランマン主題歌、はい。でこれさっきもですけど、テレビバージョンの要はオープニングの短いバージョンですからね、はい。それでもねこんだけボリュームありますから、でさっきも言いましたけど、今日は三拍子の曲なんで、ここにも書いてあるけどワンブロック3回弾く三拍子ですよということです。 CCCFFFG7G7G こんな感じで進んでいきますよと。はい、じゃあこうやって映しておくので、お時間ある方はガズの頃ノートを見て、メモノートを書いてください。これエチェディちゃん、エチェディさんですからね、はい。そしてさっき紹介させてもらったガズクラブ、めちゃくちゃ今日も有効です。ガズのノートの特徴はここに V とか、ここに点、言葉の上に点がついてるでしょ。これはね、リズムが分かるようになってるんですよ。ちょっとやってみると。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、うん、言葉たらずの愛を、うん、愛を、愛を。こんな感じです。点でリズムを分かる。これ三拍子だからかなりね、リズムね、最初慣れないとちょっとね、あれれってなるかもしれないんでね。今日このガズクラブでゲットできるこのガズの手書きノートめちゃくちゃ便利なんで、ぜひご活用ください。お時間ある方はこの通りに書くといいと思います。はい。で、ね、ちょっと見てもらいたいのはですね、ここ、FFG7。さっきも言ったけど、1個、ワンブロックに3つ書いてあるってことは、1、2、1個ずつ引いていくってことですからね。で、ここ矢印。ここね、かっこいいバージョンではちょっとここにね、面白いキメというかね、リズムセクションが入りますね。これ後で解説していきます。はい。あと、ここを伝ったって、これかっこいいバージョンでは、こうちょっと盛り上げるために、こう書いてますと。まずじゃあ、映しておきます。イントロから A メロ、B メロまで。テレビのね、オープニングの尺なんて短いですけどね。ゆっくりやるとボリュームたっぷりです。ですか？で、ここサビの応酬ですね。これはですね、なかなか歌のメロディー難しいですよ。愛を愛を伝えて、このすごい高低差があります。 音程にね、はい、映しておきますと。はい。でここちょっと、ここにもちょっと書いてあるんですけど、これかっこいいバージョンではここでちょっとね、キメのかっこいいフレーズを入れたいと思います。で C で終わった。はい、これがガズラジアレンジでございます。出てくるコード見ていきましょう。いいですよ、今日は CAmFDmG7Em7 シンプル簡単版のコード、かっこいいバージョンもこれ一緒です。コード6個。これ入門コードですよ。今映ってるやつはいつものおなじみのコードのグループ。これ、ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレ音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ。10個万能と思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単。だけど、いっぺんにドーンと10個ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますんで、コード10個覚えちゃってください。さあ、それではかっこいいバージョンの解説にこれから入っていこうと思うんですけど、このかっこいいバージョンに行く前にですね、やっぱこれさっきも言ったんですけど、歌のメロディー結構、言葉をね、3拍子だからですね、タッとと、タッと、このリズムを掴むの結構難しいかも。言葉足らずの愛を、タッタッと、愛を、とっと、あなた。まずこの言葉のタイミング、裏から入ったり、頭で入ったり、これ結構聞き込み必要だと思います。三拍子なんで、なんかね、こうリズムが取りづらいと思う方多いと思うのと、あとメロディーもね、さっきも言ったけど、サビのね、空が晴れたら、愛を伝えて、この上に行ったりして、これ標高差がすごいんですよ、音程の。これもかなりですね、ボーカルがちょっとなかなかこう、腹式呼吸でしっかり音程キープして取り組んでいきましょう。歌をしっかり確認して、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。かっこいいバージョンは、コード、出てくるコード全く一緒なんですけど、やっぱりリズムですね。今日出てくるリズムはこれ、ドン。3拍子のアルペジオと3拍子のストロークということになってます。この3拍子のアルペジオ、3拍子のストロークっていうのはどうやってやるかっていうのことなんですけど、ちょっと、じゃあ、イントロのこの CFG7G7 見ておいてください。典型的なアルペジオ、まず3拍子のアルペジオから練習すると、タントントン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 、これだけです。ワンブロックに、このワンブロックで1弦と4弦1回、次、3弦、2弦、これだけでいいですね。
ワンブロック、これでいいと思います。で、ちょっとじゃあ、これでアルペジオはどこで出てくるかというと、これイントロだけなんですよね、まずは、3拍子のアルペジオは。イントロちょっとこう、コード書いとくんですけど、これはね、なんていうかな、かなり優しく弾くというか、伸ばすところも多いイメージですね。ちょっとやってみますと、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、テン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 、こんな感じで弾いてます。ちょっと伸ばしながらやる。きっちり弾かない感じでの方がいいと思います、ね。ちょっと抜くところがある。でんでんでん、でん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 、伸ばす。でん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 、ここも最後伸ばす。こんな感じでいかがでしょうか。タントントン、タントントン、1、2、3、1、2、3ですけどね。1、4、3、2、1弦、4弦、3弦、2弦、こんな順番です。はい。これが3弦のアルペジオ。イントロはこんな感じでやっていきます。で、メインのリズム、歌が入ってからは、三拍子のストロークっていうふうにガズが言ってるんですけど、口で言うと、じゃんじゃかじゃん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 です。ワンブロックで、じゃんじゃかじゃんです。なので、A メロ最初、C、G、7、F、C、言葉足らずの愛をここやると、言葉足らずの愛を、こんな感じです。滑らかでしょ。これでもね、手首相当柔らかく使って、16ビートのふんわりした、16ビートじゃないんですけどね、手首の動きとしては16ビートっぽい、こうなんかゆったりこう波に揺れてるような、この、あのグルーブ、なかなかこれね結構難しい。まず体でこんな感じでスイングというかですね、するのがいいと思います、ね、そして、今日で、ね、特徴があって、このまず A メロと B メロとサビで強弱つけてください。まず A メロのテンションでやりますよ。こんな感じですね。で、サビに行ったら、ストロークする。ダイナミックに、こう、ストロークする。このボリュームの差をつけてですね、このメリハリをつけていこうと思います。はい。いいでしょう、これ。で、今日はね、ちょっと細かいところをやるとですね、A メロの一番最後のところで、私は決して今を憎んではいないところ、ちょっとキメが入るんですよ。ワンブロック3つコード入ったところ、ちょっとやってみます。A メロ後半から、せーの、3。私は決して今も憎んではいない、わかった、憎んではいない。これ F で G7 がアップでくる、これシンコペーションというかリズムが前にズコンと食い込んでますよね。憎んではいない、ダンダダンダダンですね。だからここちょっとね、簡単バージョンと違うリズムの取り方になります。もう一回、私は決して今も憎んだんだダンダダンダズンダンズダズン、こんな感じですよ。憎んでばいない、言葉に合ってるんでちょっとやりすぎかもしれないけど、シンコペーションっぽくゴーンとリズムが前にズゴンと食い込んでくる、これをちょっと気にしておいてくださいと。で、あとはサビに行く前に B メロの最後で、命ある日々静かに誰かを、ここ愛した日々、ここでチャッパ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 ッ、この最初にチャを弾いといて、チッパ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 ッで、サビに今から行きますという感じで、ここから弾くボリュームを上げていく。空が晴れ、ダイナミックにドーンとこうボリュームアップで、こう雄大な感じになれるように、いきたいなと思います。そしてね、これ、やっぱりこの今日の大まかなテンション、イントロはアルペジオで、ボリュームを、細くというか、こじんまり始まって、A メロ、B メロもちょっとこう、おとなしめ。サビになったら一番こうね、ボリュームが上げたいんですけど、ウクレレって100以上のボリューム出ないから、結局、弱く弾いてその表現をするしかないんですよね。だから100以上は出ないだから、サビに100とすると、イントロはだから30ぐらい。で、A メロは50。B メロは60、サビで100、こんなようなイメージを持っておくといいと思います。そして一番最後の最後、エンディングでワンフレーズ、これかっこいいですよ。一番最後の最後、サビの最後ですね。涙は枯れないわ、明日へと繋がるわ、かっこいいでしょ。最後の C のワンブロックで、まあ最初、2弦だけに注目しておいてください。C を押さえたまま、2弦の0、3、1。で、最後の C です。これ、明日へと繋がるは3、1、0。こういう終わり方が
原曲っぽくてかっこいいからと。これはぜひものにしてください。でも、これ結構簡単にできると思いますね。これね、今日結構すごいシンプルなんですよ。なんだけど、やっぱりこの三拍子のずっと気持ちよいノリを、さっきも言ったようにこう、水面に揺れてるような、海のこの中でこう揺れてるような、あれをこう継続していくっていうのが今日の一番の難しさと、あとやっぱ歌ね、さっきも言ったけれども、音程とこの言葉のタイミング、これはかなりね、聞き込み必要だと思いますけど、これはね、NHK の朝ドラ、半年ぐらいあるんで、ゆったり行きましょう。それがいいです。で、まあ、尺はこれ短いんでね、テレビのショートカットバージョン、要は毎日のオープニングの、長さなんでね、まずこれを取り組んでいければ、最高なんじゃないかなというふうに思いますんでね、じっくり時間かけていきましょう。さあ、それではやっていきますよ。かっこいいバージョン。あいみょんの愛の花。ガズレレ流かっこいいバージョン。ゆったりと、やってみる。1、2、3、1。言葉足らずの愛を愛をあなたへ私は決して NHK テレビ小説ランマン主題歌あいみょんの愛の花、ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。これは気持ちがいい。これね、なかなか掴み取るの時間かかるかもしれないけど、このなんかこの独特のこの雰囲気、あいみょんのなんか優しい感じとこのなんていうかな、すごいいいです。ただしこれ、このグルーブものにするにはちょっとやっぱすぐにはできないかもしれないんで、朝ドラが、このドラマがね、終焉を迎える頃にはね、このリズム、このグループ、このノリ、この曲、マスターできると思います。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方は、かつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り。こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り。英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これはね、世の中ひっくり返るぐらいな大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。